体が上がってから募金活動や、物資を持っていただいたりと、皆様には本当にいろいろな形で協力してもらっていて、僕たちも感謝しています。ありがとうございます。まだまだこの大人の皆さんが、こちらに思いをしていると思いますし、もうまだまだ来てないと思います。その中でやっぱり僕たちもできる限りのことをこれからも続けて継続して、協力していきたいと思うので、僕たち選手スタッフだけの力ではなくて、大人の皆さんの力も必要になってくると思うので、これからもいろいろな形でご協力いただけたら、嬉しいです。今日は本当に短い間ですが、楽しんでいくとともに、大人の皆さんのために少しでも多くの、お金を送りたいと思うので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。何ですか、プレゼントは？スパイク。スパイク。スパイクは試合で履きました？はい。おーい。サインは？はい。してまーす。サイズは？足のサイズは？28センチです。うん、そんなことよりも日本語が上手。もうほぼ日本人です、この人。はい。どうも、ありがとうございます。ディエゴ・ローザ選手です。日本語喋れるかな？こんにちは。よいしょ。プレゼントは？バイクです。試合で履きましたか？はい。日本語上手。ありがとうございます。ピンクのスパイクですね。はい。次はアルちゃんです。アルちゃん。髪型可愛いでしょ。アルちゃん何ですか、プレゼントは？スパイク。サイズは26.5。こう見えて足ちっちゃいですこの人。こんなこわもてなのにね。で、試合で履きましたか？はい。はい、そうです。はい。みんな試合で履いてます。